か表ぴょおとき記載の宮歌合わせ歌たご第六十巻本、歌合わせは、平安時代中期に編纂された、日本最初の歌合わせ修正。にん年間から天行4年に至る、約170年間の46度の歌合わせを、収める。企画は、藤原よ道で、源の慶いが編纂に関わったか。全十六度の歌合わせのうち、十八が、かあり、六が、 部分的に残り、2が散逸した。前田育特会、陽明文庫、総目録、巻、第10のうち一度、東京国立博物館他所下に分蔵。現存するのは、総高本であり、未完に終わったとみられる。目録内題は歌合わせ。また、伝創村新郎筆家合刊、類似歌合わせ十巻本、十巻本などとも呼ばれる。 十巻本歌合わせの編纂に関する資料は残っていないが、以下に列挙した事実により、十一世紀後半、藤原頼道家で編纂されたもので、最終的な監修者の一人が、源の経心であり、未完に終わったとみられる。なお小松茂美は、編集の最初期から最終期に至るまで著者、皇帝、編集、本文の制定作業に最も多く関わった。 最重要人物の筆跡について、友平親王の子で寄り道の勇士源、諸房のものではないかという説を唱えた。忍那年間の行われた民部教科歌合わせから、天行4年4月30日皇后宮、春秋歌合わせまでの46度の歌合わせを主催者の身分によって分類配列10巻に分けている。日本初の類重歌合わせにして、 収録歌合わせ46度のうち6度が、古本、類似歌合わせと重複するものも別本文、さらに総高本であるため編集過程が明らかで、日本文学史の観点からの資料的価値は大きい。また、十数種の筆跡を持ち個筆の観点からも、資料価値は高く、名筆であり、美術的価値も高い。従来、伝送尊信能筆の極め札を付して、 手鏡の端末に収める定めとなっていたが、筆跡などから田中新富が藤原時代の書であると指摘、萩谷僕が類従と合わせとともに、東歌合間の目録を発見し、その実態が明らかとなった。ありがとうございます。